私は今年47歳になりますが、昔から不思議と街中で知り合いに出会ったり、偶然誰かと鉢合わせすることが多いことが不思議に感じていました。これは結婚して20年を超える家内も不思議に感じていたようで、あなたはなぜそんなに知り合いに偶然出会うことが多いの？と言われるほどです。近所というわけではなく、兵庫県に住んでいますが、北海道に旅行に行ったとき、東京都内など、とんでもないところでしょっちゅう会うことがあるのです。また知り合いから、昨日映画館に来ていたけど、誰と一緒だったの？昨日焼肉屋さんに来ていたよね。なると、自分自身が全く身の覚えのない場所で、自分自身が目撃されることが年に何度もありました。昔は自分自身のそっくりさんがいたのだな、と思っていたのですが、あまりにも頻度が多いので、不思議に感じていた次第です。昔からよく世界には3人、自分の分身がいるという都市伝説を聞きますが、全く信じている人はいないのではないでしょうか。もちろん私自身もそんな話を一切信じていませんでしたし、まさか自分には全く関係ない話だと信じていました。しかし、去年決定的な出来事があったのです。私は日曜日ながら出勤せざるを得ず、スーツを着て職場に出ていました。そして昼間に家内や娘たちが出かけた時に、なんと至近距離で私を見かけたというのです。それも私服姿で、驚いて声をかけたらしいのですが、その男性は無視をして歩いていたそうです。あまりにもあっけに取られて追いかけることもしなかったそうですが、さらに家内や娘たちが言うには、見た目は私とそっくりでしたが、顔に元気がなく、いわば廃人のような表情をしながら歩いていたので、少し不思議だったと言っていました。その後すぐに私の職場に電話があり、私が実際に職場にいることを確認すると、家族は本当に恐怖におののいていました。本当にそっくりさんはこのように3人いるという都市伝説は本当だと、家内や娘たちが私以上に信じたのではないでしょうか。しかしながら、見た目はそっくりでも断じて私ではないというイメージを持っていたのも確かです。だからこそ、街中で出会った時にあまりにしつこく、深く声をかけなかったのだと思います。それ以来、私も自分自身に何か特別な力があるのではないかと考えるようになりました。子供の頃から、あんまりにも偶然に、知り合いにとんでもないところで出会ってしまうこと、まさか自分のそっくりさんが自分の家族に出会ってしまったこと、別に自分自身の精神は抜け出しているわけではありません。家族が私のそっくりさんに出会った時も、私自身は普通に仕事をしていたし、不思議な感覚になったこともありません。そしてその後、私自身も本当に不思議な出来事が起こったのです。それは夢の中でした。普段私自身あんまり夢を見ないので、こんなに明確に夢の中の出来事を覚えているとは、その時点で非常に不思議な話です。なんと、夢の中でもう一人の私が、こっちの世界、もっと楽しいことがある。君がいる世界は偽り。
ガガ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 ガ本当に強くなり、汗をかきながら目覚めたのは深夜の3時でした。そして、私が目覚めたと同時に家内は半分泣きながら私の方を見ているのです。パパ、大丈夫？パパ、大丈夫？と、聞いてみると、私が夢の中でもう一人の自分から何度も語りかけられていたセリフを私自身が大きな声で話しているというではないですか。さすがに家内もこの時は私に病院に行った方が良いのではないか、何か大きな悩みがあるのではないかと質問してきましたが、正直なところ特に悩みもなく健康でした。そしてさらに決定的な出来事は自分自身に起こります。休日のある日、街を一人で歩いている時のことです。100メートルほど先で男性二人が会話をしています。そして、なんとよく見るとその一人は私ではないですか。それも服装も私と全く同じ格好です。さすがにもう一人の知り合いに驚かれるのも困るので、それ以上距離を縮めることは控え遠目で見ていました。するとなんともう一人の私がすっと視線を私に移し、にやっと笑うわけです。そして夢の中で語りかけてきたように私に手招きします。全身が凍りつきました。さすがにこれは自分自身でも過去に経験したことがない恐怖です。その場にいることが耐えられなくなり、私は必死で逃げ出しました。これが1年前のこと。実はそれ以来もう一人の自分と直接出会ったことはないのですが、愛も変わらず、街では偶然に知人や友人と出会いますし、もう一人の私を目撃したというような話もちょくちょく聞きます。ここまで来ると、本当にもう一人の私がいるのではないかと考えざるを得なくなります。家族も心配してくれますが、あまりにも恐ろしい出来事なので、あえて会話には触れないという日々が続いています。これからもこの出来事は私の身の回りで起こり続けるのでしょうか。